はい、ちょっとねとんでもないことがね起こりました。昨日ですか、まあ、昨日スッキリっていうテレビ番組、加藤浩次がね司会やってるニュース番組みたいな、午前朝にやってるあるじゃないですか。その番組の企画の一環で那須動物王国っていう、まあ、動物園ですか、那須にあるね動物園にね、なんともう皆さんね、捨て上げチャンネルをね普段ご覧の方だったらもうね必ず一度は目にしたことがあると思う、名誉捨てチル、うん、もうね生っ粋のね捨て上げチルドレン、うん、オードリー、うん、若林オードリーの若林オードリーの春日さんがね、まあペンギンに、動物園のペンギンに餌をあげるみたいな、そういうまあなんか企画があってさ、で雨降ってて、でなんか足元も悪くて、こうやって春日がねこうやってペンギンたちが周りにいる中ね、こうやってあげてんだけど餌を、そのスタジオから電話がつながってて、加藤浩次がね、おい春日滑るなよ滑るなよみたいな感じで、絶対滑るなよみたいな感じで、まあなんていうの、お決まりの煽りみたいな振りみたいなのをねしたわけですよ。でまあそれで振られて、で春日がみたいな感じで、うわーみたいな感じで滑って、周りにだよ、もうすぐ周りにペンギンたちがいっぱいいる中ね、ズーンって滑って水の中バシャーンってなって、でその行為がねちょっと危ないんじゃないかと、そんなことして大丈夫なのかみたいな感じで批判が殺到し、でさらにですね、動物園側もなんとですね、その行為についてツイッター上でね声明を出したんですけども、これね、那須動物王国のツイッターなんだけど、本日のテレビ生中継についてペンギンビレッジからの中継について事前打ち合わせになかった状況でタレントの方がペンギンのいる池に入るシーンが放映されました。当園としては誠に遺憾であり、テレビ局側に厳重に抗議いたしました。今後は取材ロケの受け入れについては報道側に動物の尊厳を傷つけるような行為がないように厳しく対応してまいります、うん、っていう感じで、まあすごいね台本になかった事前の打ち合わせになかった行為をされて、ものすごく怒ってるわけですよ。でネット上でもはみたいな、何やってんのみたいな感じでね、すごいもうツイッター上とかでトレンド1位とかにねなったりするぐらいね、ものすごいまあ、大炎上してるわけなんですけども、まあこれに関してさ、さっきも言ったけど、まあ本当にガチ捨て中なわけじゃん。もう昔から、まあ、何年か前からね、ずっと俺の動画見てくれてる人だったらさ、コメント欄に必ずいたさ、オードリー若林いたじゃん、必ずね。あれまあ本人じゃん、絶対あれ若林オードリーって名前でさやってて、顔写真もそのまんまで、まあ、絶対本人じゃんあれ。だからまあちょっと言及するのは初めてなんだけどね、若林オードリーに。うん、やっぱりなんていうのかな、俺の、まあ、信者というか子供みたいなもんだな、オードリーは、うん、まあ、だからちょっと無関係ではないと、さすがにこれ黙って見過ごすわけにはね絶対やっちゃいかんなっていうことで、ちょっと今日はね喝を入れさせていただこうと思うんだけど、まずねテレビ局、うん、というかテレビ、うん、もうワコンだね、もうやめていいよみんな、もう散々ね、なんか迷惑 YouTuber だね、 YouTuber がなんか迷惑行為だなんだのね、テレビにね YouTuber が出たらね、なんか見下すようなね、バカにするような演出とかね編集とかしてたくせに、やってることは YouTuber 以下ですよ。お前あんだけたくさんの人がね制作撮影に関わっててね、誰一人さ、それやばいんじゃないの、まずいんじゃないのって思う人いなかったの。 YouTuber とかよりもね、はるかにね人間の人の数もね、制作費も費用もねたくさんかかってるにもかかわらずさ、誰一人止めようとしないというか、誰一人さね問題視しなかったの、あれは。まあわかんないよ、加藤浩次、スタジオの加藤浩次のアドリブでいきなりそういうなんか春日にねそういう振りが入ったのか知らんけどさ、だとしても、まあ、まず加藤浩次はおかしいよね、うん、あれは なんだろう、加藤浩次のアドリブなのか、それともテレビ局側の指示なのか知らんけど、まあ、まずは加藤浩次はまあおかしいと。で春日もまあこれは振られた側としてちょっとかわいそうなところはあるんだけども、まあ
どうにかしてそれをなんつうのかな、うまくこうかわすじゃないけど、うまくこうね対処できなかったかっていう、ちょっとね残念だね。やっぱ俺のステチル本当にね、若林オードリーだからね、若林オードリーの若林オードリー春日だからね、うん、だからそこはちょっと残念だったのっていうのと、まあ一番はテレビ局かな。もう本当にずっと僕言ってるんですけども、なんかね散々 YouTuber のこととかね、バカにしたりね、下にね見たりしてるけど、テレビ局側の人間とか芸能人とか、うん、俺だからしたらテレビの方がオワコンやでっていう、うん、そりゃそうでしょ。もうねやることをなすことを YouTuber 以下になっちゃったら、もうそれこそ本当に終わりですよねひどかったね。あんなペンギンがもう周りにすぐ周りにいる中でさ、ね、もし万が一さ倒れてさ、ペンギンのを下敷きにしちゃったりさ、こうやって当たったりしたらさ、もう大惨事じゃないですか。だからまあその怪我はなかったらしいんですよ、そのペンギンとか動物たちにはね全く怪我はなかったっていう、今日報告がねあったんで、まあそれはまあ不幸中の幸いっていう感じで、まあ良かったかなとは思うんですけど、でもまあ本当に危ないよねあれは危ない。春日もまあそのね怪我しないようにまあやったのか知らんけど、でもね映像を見てるとね、本当あとほんの数センチ数ミリのところでね当たってたかもしれないみたいな感じで、本当ね危ないのよ。本当水の中とかにペンギンいっぱいいて潜ってて、ペンギン見えないのね。で春日が水の中にバシャーンって転ぶんだけど、その水の中からペンギンがパシャッピエって出てきたりねしてね、多分あれ本当に運悪かったら怪我してるぜ、うん、ペンギン、うん、というくらいね、なんだろうね、なんかもう、うん、テレビもあ本当にここまで落ちぶれたんだっていう、うん、もう YouTuber のことをバカにできないですよ本当に。ていうか YouTuber の方がもう下手したら、うん、気使ってるかもね。やっぱ炎上に一番敏感じゃん YouTuber って。テレビもまあそれは炎上はするだろうけどさ、一番なんつうのかな、世間の人間のネットの人たちのさ目の敵にされるのって YouTuber じゃん、やっぱり。だからテレビタレントとかテレビってちょっとさ雲の上の存在みたいなさ、まあなんか手の届かない存在みたいな感じでちょっとなんか触れづらいけど、 YouTuber ってさね、言ってしまえばまあなんか素人感あるから、だからなんか叩きやすいじゃないけどさ、なんか俺だと同じ素人が何調子乗ってんだみたいな感じでさ、ね、ちょっと嫉妬されやすい、うん、ね、敵視されやすいところあるからさ、今はもう YouTuber とかの方が下手したら、うん、敏感になってるかもね、そういうことに関して。でもまあしょっちゅうやらかしてるけどね、なんだっけ、夕闇のいざない師なんとかかんとかとかがなんかおばあちゃん一人でやってる定食屋に行ってボロクソなんか失礼なこと言ってダイエットしたりとかまあしてるけど、でもまあね、どうなんですかね、うん、でもちょっとね残念やったね。あ、ステハゲチルドレンのねもう、うん、大物第1号のね若林オードリー春日がねやっちゃったっていうね。しかもその後のなんか謝罪みたいのしてたんだよ、大変申し訳ございませんでしたみたいな感じのことを、ペンギンのそのいるところにこうやってペンギンみたいなね、ペンギンみたいなね、うつ伏せになってアナウンサーと春日2人でこうやってなんかね謝る感じのシーンが出てきたんだけど、それもなんか逆に火に油注いでるだろうっていう、なんかなっていう思ったね。なんかもうダメだねテレビは、もうやることなすことなんかもうダメだ、もうだから時代はもう YouTube ですよ本当に。インターネット YouTube ネット配信なんかね、本当にもうこれからどんどん主流になっていくんだって思いました。またね、ステージハゲチルドレンたちのね愚行がね、発見された時にはねすぐに、うん、一目散に動画撮らせていただきます。